オープニング向かいますけど、その前にちょっと皆さんね、フリーダムね、なんか心の解放って大事じゃないですか。ちょっと心のね解放をしていただきたいなと思いまして、ちょっとこの後出てくるんでちょっとかっこ悪いんですけど、僕がちょっと前座っていうかちょっとやってみます。皆さん、ベロベロに酔っ払ってくださいね。シラフで聞かれるときついバンドなんで。まあなんかってやるとちょっと弾ける気分になっちゃうんですけど、まあそんな感じなんで、あと5分で僕がちょっと違った感じで登場すると思うんで、まあ一緒かもしれないですけど、そんな感じで登場するんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。Are you alright? OK、 ね、今日は体育の日ということで、なんかよくわかんないですけど、なんか今日一番楽しむ人はどいつだみたいな、まあなんかちょっと今俺だけ上がってるんで滑ってるかなみたいな、もうちょっと感じながら喋ってますけど、みんな何、最終的にはグルーブするんで、なんか最初から心にブレーキかけるのはもったいなくないか。おいや、エブリワンセイ、おいや、まあ日常のいろいろありますけど、そういうのを忘れて今日はオーケーフェスなんで、レッツグルーヴワイルドロックカモン。
皆さんね、あと今ここでグルーヴするのも後でグルーヴするのも一緒なんで、オーケー、ここの壁を飛ばして、なんか今おー今声出していきましょう。今日体育の日ですから、イエーイ、イエーイ、お供のトップバッターはカモン、 We are Motors。 開幕です。Hey!
もう心の叫び楽しんでね。あちゃん行くよ。隣の家に囲いができたって。ヘイハイヤ。気取ってても今日は体育の日なんだ。おいやぶち壊そう。おいやあいや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 。おいやあかま。ちょっといつもより長くやってまーす。おお、カメ。いやー、すいません。改めて。コンドゥーモータースです。よろしくお願いします。まあ僕らちょっとだいたい昭和世代なんで、ちょっと息切れしようかなと思ってちょっとここで休憩タイミングのお約束なんですけども、最近僕ライブやるってことになって、まあライブやるってわけでもないんですけど、ちょっと体にガタきてると思って、ちょっと最近体鍛えてるんですよ。でも普通に走るとなると、走るとかお金かけないとやらないタイプなんだから、こんな自堕落した自分がいると思うんで、お金払って最近ジム通ってます。でもジム通いましたけど、結果汗をかくおじさんにだけしかなりませんでしたみたいな。まあここでふーって言ってあんま意味もないんですけどまあまあそういう地味な活動もしないとちょっとまずいかなみたいなまあそんなノリでちょっとやってますんですけど、 OK ブルマで、だいたい多分今日来てくれてる人はまあオールウェイズ、まあ、オールウェイズジャパンで生活してるんで、まあちょっとルーオシも入りましたよね。まあそんなまあそこで逃げてるっていうのもあるんですけど、でもそうです、俺たちがジャパニーズで、ジャパニーズが心に締まるジャパニーズソウルフェイマスシングをちょっと皆さんに送ってみたいと思います。よろしく哀愁です。
まあまあ勢いだけでごまかしてるとこは歪めないんですけどすいません半分酔っ払い芸って言われてもしょうがないんですけども、まあそんなノリでごまかしてる僕ら生き恥らしさらしてなんぼのバンドのイカれたシニアのメガドッグコンドーモータースです。よろしくお願いしまーす。じゃあじゃあここでね、まあちょっと普通のトーンに戻っちゃいますけどまあ普通のもんで本当申し訳ないですけど、あんだおえぶればであんだバンド紹介みたいなのをちょっとやってみたいなと思ってますんですけども、今ちょっとチューニングを気にしているパンダの帽子をかぶってるのはオーケーブルバで宮崎が生んだゴールデン街の貴公子ロックリー先輩でーす。ロックリー先輩は昨日今日のちょっとこじゃれたメイクをするときにこっそりやってたつもりだったんですけど、娘さんと奥さんに見つかってこの人何やってんのみたいな冷笑を浴びて今日のこの舞台に立ってます。そんなロックリン先輩です。あんな今あんなちょっと後ろに下がっちゃいましたけど、長野が生んだ4コマニスト4コマ漫画化したこの人ねえなみたいなオチのない4コマ漫画を描く OK かまんなレザンナちょっといつもより長めにちょっとレザンやっていただきましたね。あんだもう本当はもう俺そんなの関係ねえよみたいな、生まれ育ちはそこじゃねえよって言われながらも僕はそこにこだわりたいなと思って、保土ヶ谷の本当は保土ヶ谷長くないんですよ、ここ4、5年なんですけど、保土ヶ谷の還暦のクンローラー保土研でーす。ホトケンさんはなんかその還暦ロックンローラーなんですけども、意外に食欲もあるし今水泳週2回ぐらい行ってまーす。And この人を忘れちゃいけません。僕らの今のバンドがあるのはこの人が声掛けしてくれたからです。アメリカ帰りの陽光6年間もともとジョンっていうあだ名だったんですけど、でもそういうのも含めてジョン万次郎バンマスでーす。万次郎さんは昔展示一緒に見に行った時に表参道の駅で、あれジョンがあれジョンはぐれたんじゃねえのみたいなことになった時に、僕が思いっきりおいジョンどこジョンどこって言ったら、表参道の人が全員振り組むだけでここにいますって手を内緒で挙げてくれた、そんな万次郎さんです。ここの屋敷万次郎さんです。よろしくお願いします。誰もが犬の名前を呼んでるんじゃない
アンドゥ、今そのジョンの 声を聞いて思いましたけど、実はレゾンデは、レゾンデね、あそこにあの2番目のギターのレゼンドは、あのレゼンドって呼んでほしくてしょうがないみたいで、あのレゼンドっていうのはもともとレジェンドなんですよ。レジェンドだけど自分でレジェンドっていうのが申し訳ないんで、まあレジェンドって呼ばれる機会がないんで、なんか名前バンド名はレジェンドでお願いしますって。本当はレミゼラブルみたいな感じで、レの間に中黒がついてレジェンドなんですけど、そんな感じなんで、皆さんあのおしゃれな感じを目指して、意外となんでちょっとレジェンドのリフできたら、皆さんあのレジェンドって言ってくれると、本人多分3日ぐらいは濡れたまんまでいると思うんで、皆さんあのレジェンドと呼んでやってきてください。でもレジェンドは失敗したことに、あの本当は床屋早く帰れば、あの床屋にねちょっとあのライブの2週間前ぐらい行っちゃった時にちょっと切りすぎちゃって、可愛くなりすぎちゃって、俺どうなんだろうって意外に細かいことも気になる、そんなナイーブなレジェンドですみたいな、すいません、まあそこ長くなっちゃいましたけど、あの本当大切なのはここなんですけども、僕らこんな適当な感じでやってますけど、この人がいないと僕らのバンドのリズム部分は取れませんみたいな、僕らのリズムマシーン、ある時は谷口しろ、ある時はレディしろ、アンド今夜はタニア、リズムマシーンタニア。あざす。まあまあ僕は、まあ、あえて自分のことを自分で言うのもなんなんですけども、まあなんていうかボーカルというか、まあフロントマンのスミスです。よろしくお願いします。まあそんな壊れた大人たちが望む、これ持ってたらちょっといいなみたいな曲を皆さんに捧げます。レッツカマンラ。あーいや大人の愛さ愛さ、持ってるぜあんた、you、yeah。
出してるであんた大人ライセンスみんなの憧れそれはランセンス人目を気にしてたらまずモテやしないクールな大人だぜそれはライセンスまあまあそうですねまあちょっと息切れ気味もありますけどもまあまああのちょっとフルスロットで飛ばしてきましたけどここでちょっとあの皆さんにちょっと報告がありますなベイベーみたいな何この腰の感じみたいなまあそんな感じはあると思うんですけども僕らは普通の落とすおごめんなさいちょっと思いっきりカミカミクラブになっちゃいましたねすいませんあの僕らは普通におっさんに戻るということでこれがあんなラストライブでーす、まあまあ分かりやすく言うと解散なんですけども思ったより解散の反応低いですねじゃあ僕の手に合わせてやってもらってもいいですか解散でーすいやちょっと滑っちゃいましたねすいませんまあまあそんなもありながらですけどちょっと僕一段下がっちゃいましたけどまあまあ目線が一緒目線が一緒になっちゃいましたけどそうなんですよちょっとまああの皆さんに次会うときはもうムータースみたいなノリで合わないかもしれないですけど形を変えてあの新しい形で皆さんにお会いできる日もそんな遠くはないかなそんな遠くはないかな合わないですけど誰かがフライングして多分皆さんにちょっと迷惑な招待メールが届くと思うんでその時はあの温かい目でちょっとやつの生き様見て俺見てもいいぜみたいなので参加してくれると泰造もモータースも、まあ、泰造じゃないですねスミスもモータースもみんなハッピーなんでそんな機会があったらよろしくお願いしますLove.
とりあえず僕ら帰りますけど帰りますけど今日は爆笑ライブにお越しいただきありがとうございました。多分なんで水泳メダルかよくわかりませんけど、好きなんで行くと思うんですけど、でもそうじゃなくて僕らあの今日ワイルドロックのオープニング務めるんで、最後はこの曲でみんな自分のなんか心の殻壊してフリーダムになってください。
間を超えちゃうまいって言ったけど、なんかレッツブルームな感じだった、いいなみたいな感じです。モータースです。次からいろんな人出るんで、皆さんあのね、体育の日をあのクラブで汗流して体育の日楽しんでいてください。どうもありがとうございました。